んにちは、ハイジーです。というわけで、せっかく沼津に来たんだから沼津の素敵なグルメを堪能しようのコーナーでございまして、本日私こちらですね、こちらに富士山がもう見えてます。結構がっつり見えている沼津グルメ街道という街道沿いにありますスマル亭さん、24時間営業のお蕎麦屋さんなんですね。こちらがスマル亭さんでございまして、この大通りからの外観、桜えびとかき揚げのお蕎麦がやっぱりね名物だそうでございますが、他にもねいろんな美味しいメニューあるんですって。さあ入店してまいりましたけども、店内こういったスペースでございまして、旅気分を味わえるような店内ですね。で、意外と立ち食いじゃなくちゃんとこういったテーブル椅子席があります。こちらで食券を買う形なんですけども、いきなりトマトそばとかゆず鶏天変わってるんですよね。かちりおろしそばとか黒毛和牛カレーとか黒毛和牛もつカレーとか、爆盛り支店の爆盛り支店の方がいらっしゃるんですか。あ、一人今日欠席だったりするんですけども、3つの天丼とかこういう感じなの。すごいね、盛りもいい感じなんだ。じゃあで、アナゴ大エビ天丼いいね、鶏ごぼうで大エビ天セットか、うわー、でマグロ漬け丼セット、鶏天わかめモーニング、モーニング、野菜天モーニング、モーニング350円、このご飯とこの感じで、あー、え、和牛しぐれ煮入り大判いなり大ぶりブラックタイガー天、絶対朝のおそばだと思うんですけども、これ見ちゃったらこれだな、めったに来れる場所じゃないから。だから一応今朝ね、そうで早朝なんですよね。大エビ天セットにトッピング桜エビ天としらす天、いやもうやりすぎかな、ちょっとでもこれ食べたい。あ、すみません、ではこれお願いします。はい、ちょっと買いすぎちゃったかもしれないですけども、この3つ、はい、ありがとうございます。すみません、いただきます。ありがとうございます。はい、いただきます。はい、いや、ちょっと待って待って、すんごいデカ盛りだった、あのボリューム、いや丼のサイズ、これ目を見張るものがあるよね。グラスこれです、グラスがこれで丼これで、確かにエビ天超巨大じゃないこれで、あのシラスのかき揚げと桜エビのかり揚げ、 かき揚げね、すみません、なんだかり揚げって。そしてインゲン天もついてます。すごいな、とにかくテンション上がる。いただきます。これはやっぱり来れてよかったね。じゃあまずおそばからいきたいんですけど、あ、もうかき揚げもホロ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 崩れるくらいの、わあ、でおそばうまそう。いや、お蕎麦甘めのはっきりした濃いめのお出汁でしたね。で、お蕎麦もね、なんかもっとボソボソしてるタイプかなと思ったら、そんなことなく意外とむっちりみっちりした食感、食べ応えある食感のお蕎麦といったイメージでございますよ。めちゃめちゃ美味しい。これ温まる。ではちょっとしらすのかき揚げの方も行ってみたいと思うんですけども、しらす、確かところどころにしらす入ってますね。でホロホロ崩れる感じですね、このしらすに関しては。せ
このシラスのかき揚げに関しては最初ね、衣厚めで結構分かりづらかったんですけども、このおつゆにひたひたになったやつをズズズってもうそばごとすすっていくと、シラスが蘇ってきて風味もすごく出してきました、ね、だからこのつゆの中で一回戻らすっていうのがね、食べ方としていいのかなっていう気がしましたね。これね、美味しかったとシラス、そんで意外とね、エビ天も行きたいんですけども、桜エビの方から行かないとね、かき揚げがどんどんつゆをすするっていうことも考えられますので、でかき揚げもじゃあちょっとまだサクサク残しの部分から行きましょうかね、うん、でこちらもおつゆにしみしみにさした状態を今度は食べていきますけれども、うん、やっぱりそうだ、おつゆの中で復活してくる、これも風味全開で飛び込んでくる、戻したら、そんでエビの大きさちょっとやっぱ半端じゃないね、このふてぶてしいサイズ感、うわっ、でちょうど中見えました、はい、衣も確かに分厚めではありながらしっかりエビ、うまい、このエビ、しかも桜エビもまだ残ってたから、後からお蕎麦でふざけたらエビエビでしたね、これね、朝から重厚なエビ感、にしてもインゲンもあるから朝から揚げ物6点盛りになっちゃったね、あれインゲン3つか、わあ7点盛りだ、ドラゴンボールだったら願いかないやつだ、ありがたいね、うん、結果ね、いつの間にかおつゆも全部飲む感じになりますね、衣とともに、衣がいっぱいやっぱ吸ったりしますのでね、いやでも美味しい、やっぱこの濃い甘さがずっと口の中に残る感じ、幸せすぎるね、ではこの和牛しぐれ煮入りの稲荷、お稲荷さんも食べていきましょうかね、これすみません、かぶりつきたいんですけども、一応中を見せするためにカットしましょうかね、こう来てよいしょ、どんな感じかっていうの、あ、はい、しぐれに入ってます、これですね、あ、で、このご飯も美味しそうじゃないですか、うん、うまい、これもしっかりお出汁の染み込んだご飯と、確かにしぐれにの旨味プラス、なんか魚介系の旨味も感じられる、ご馳走感のあるお稲荷さん、うまいね、うん、ごちそうさまでした。というわけです、マルテさんにて食べてまいりましたが、いや前々からさ、外観が気になってたお店でございまして、入ってみたといった次第なんですけども、個人的にはもっとシンプルな感じのお蕎麦を、あの情景をスパイスにして食べるのかなって思っていたところ、行ってみたらあんなに迫力のあるメニューがバンバンあって、めちゃめちゃいいじゃんそれはそれでって思っちゃった。でモーニングのセットとか絶対にお得なの分かっていながらも、あんまりしょっちゅう行ける場所でもないから、ついつい欲張ってなんか揚げ物まみれになってしまったんですけれども、めちゃくちゃ美味しかったですし、朝から大満足でございました。この後ちょっと休んですぐ今日3ステージ頑張ってまいります。パワーつきました。とっても美味しかったですし、素敵なお店ですので、気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、村地さんからのコメントで、まさか20年前に深夜のちょっとエッチな番組のリポーターしてたあのハイジーさんが YouTube
してたとは、それね、僕というかイジリ岡田さんね、ギルガメッシュナイトのイジリ岡田さん、間違いない。確かに髪型もそうか、ちょっとパッツンな感じもあるし、メガネもかけてるか。でも僕ギルガメッシュナイト出てませんから、全然違う人ですから。ただなんか知んないけども、10年くらい前かな、イジリ岡田さんと僕の2組で営業に行ったことはある。味ごはんさんからのコメントで、ハイジーさんも立ち食いそば食べるんですね。わかりました。何がわかったの、何この含みのある文章は。立ち食いそば食べますよ、大好きですよ。で、わかりました。なんかそわそわするんだけど、その言われ方。餃子ニンニクさんからのコメントで、ハイジーも外見に趣ありますね。ある、なんかそんな言われ方はなかなかしないと思うんですけども、人が趣ある外観ですねってなかなか言われないと思うんですけども、趣あるかな。どっちかというと傾きはあるかもしれない。なんでやかましいわ。春風亭柚子胡椒さんからのコメントで、イカスミ多いでしたか。何を聞かれてるのこれは。何なのイカスミ多いでしたかって。そうでしたよとか、いや違いましたとか言うこともできないくらい意味不明。株主さんからのコメントで、人が敷いたレールの上を歩く人生は嫌いです。なので避けるチーズの繊維に逆らってかじっています。何この反抗の仕方、かっこ悪い尾崎豊さんの感じ。何、避けるチーズせっかく買ったなら裂こうよ。裂きたくないなら普通のチーズ食べればいいじゃん。株主さんはもしかしてブルーレット置くだけを買って置かないタイプかな。山登りさんからのコメントで、一旦置いておいての時にやるアスカさんの動きモノマネ、いつも楽しみです。そういうつもりでやってるわけじゃないのよ、こう一旦置いておいてのやつ。そう、別にそう余計なものなどないよね、ああ全てが変なコメントっていうわけじゃないの。